C 級駆逐艦、C 級駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の艦級。1941年1942年度戦時予算に基づくとして CA 級、CH 級、CO 級、CR 級の4グループ32隻が建造され、1944年から1945年にかけて収益した。第二次世界大戦の勃発を受けて、 イギリス海軍はを発動し、駆逐艦の急増に着手した。まず、1940から1年度計画で建造を予定していた中間的駆逐艦 J 級に準じた設計の建造を前倒しして O 級 P 級建造された後、新しい戦時要求の繁栄や急増に適応した設計への変更が図られ、Q 級 R 級 S 級 T 級と1940年度戦時予算の下で、6時に渡る戦時急増艦隊の建造が進められた。1941年2月、1941年度戦時予算では、さらに5時に渡る戦時急増艦隊の建造が盛り込まれることとなった。U 級、V 級、W 級、Z 級に続き、最後の1941年度艦たる、第五 戦時急増艦隊としての2では、第11陣として、1942年2月16日に発注されたのが CA 級である。そして1942年度戦時予算では、戦時急増艦隊の長尾を飾る艦として、3グループ24隻が建造されることとなった。これが CH 級、CO 級、CR 級である。基本的には、 Z 級の巡動計算であり、J 級以来の単煙突、選手牢型という船型のほか、Q 級で導入された燃料搭載量の増大や復元性の改善、完備のトランサムスターン、また、S 級で導入されたトライバル級と同様の監視形状も踏襲された。機関も Q 級、R 級以来の構成が踏襲され、アドミラルティ式三動型水管ボイラー、蒸気圧力、 温度摂取332.2度、パーソンズ式、オールギアードタービンによる二軸推進、出力4万馬力である。イギリス海軍では、1940年7月より、レーダーの艦載運用に着手してきた。しかしこの画期的なセンサーから得られる、膨大な情報を適切に、作戦行動に反映するためには、艦内組織にも変革が求められた。まず導入されたのが、 レーダーを含む目標情報を集中処理する区画としての愛を出会った。これはバトル・オブ・ブリテンでの国土防空に成果を上げたコンプトに半を取ったものであり、またアメリカ海軍の CIC と気を一にしたものでもあった。また特に高精度の293型レーダーの実用化に伴い、これでした。 目標情報を射撃式に直接活用する他の中マイナスにも開発され、1944年6月以降の竣工艦で装備されるようになり、その専用区画としてティアが設置された。そしてまた通信、通信防受情報を処理する QD 区画も実装されるようにな、いった。本級は戦時急増艦隊としては初めて これらの情報処理システムを完全に実装した艦級となり、このために第二次世界大戦直後、十五型、十六型のような大規模改修が実現するまでの間は、他の戦時急増艦隊よりも優れた艦として扱われていた。ただし CA 級のうち1944年7月以前に竣工したカンブリアン、カプリス、カサンドラでは愛をのみの装備となった。 官報としては、Z 級で装備化された45口径 11.4cm 砲と最大行革55度の単装砲画である CPMKV の組み合わせが踏襲された。また射撃式装置も Z 級と同様に、K タワーこと KMKI 砲賀板が搭載され、砲囲板から油圧サーボ弁を操作しての砲画の遠隔操縦が可能とされた。そして CH 級以降では、 イギリス初の完全な療養法違反である MK-BY-DCT が搭載された。また戦後、CA 級でもデアリング級と同じ MK-6M 法違反への換装が行われた。近距離用の対空兵器としては、S 級以降標準となったヘイズメイヤー式の FCS 連動56号計 40mm 連装機銃1機が基本構成とされていたが、 カプリスでは56口径4 0ト、mm、ル連装機銃の、代わりに39口4 0ト、mm、ル4連装機銃ニポンドポンポン砲を搭載した。また、これを保管するため、CA 級のうち、カッサンドラ以外の間は39口径4 0ト、mm、ル単装機銃を、CH 級では、チーフテン、シバラス、チャイルダースは56口径 40mm 炭素基準を、CO 級では、 コメットは70口径 20mm 連装機銃2機と70口径 20mm 単装機銃2機を、コンコード、コーマス、コンソートは56口径 40mm 単装機銃2機を、それ以外の艦は39口径 40mm 単装機銃2機を搭載した。なお、対艦兵器としては21インチ4、連装魚雷発射艦2機が予定されていたが、 CH9 以降では MK by d c t ヴァンを搭載するための大小重量として4連装魚雷発射艦は1機のみとなった。C9 駆逐艦は1個小艦隊を編成する8隻ごとに1バッチとして発注され、その8隻のうちの2隻は駆逐艦船,船隊を引きる共同駆逐艦とされた。また、それまでのイギリス海軍の共同駆逐艦は、 関名に海軍軍人の名を用いる関令があったが、本宮からはその関令はなくなった。印付きの艦は共同駆逐艦を表す。CA 級は終戦近くに収益しており、終戦後間もなく予備役編入された。1953年から1960年にかけて以下の近代化改修が行われた。 さらに1963年には、キャバリアとカプリスに限り、GWS-20C キャット PDMS の4連装発射機を一機追加した。CAQ は1960年代後半から1970年代前半に退役したが、キャバリアのみが1977年10月より、ケント州チャタムのチャタム工場にて、博物館船として展示されている。 CHQ は1943年に寄港されたが、8隻とも収益は日本の降伏後であったため、実戦投入前に WW には終戦となった。1950年代に2隻がパキスタイ海軍に売却されたが、うち1隻が第3次インパ戦争において、インド海軍のミサイル艇の攻撃により大破し、沈没こそ免れたものの解体された。 CO 級は CH 級と同様に1943年に寄港されたが、その収益は WW2 終戦に間に合わなかったため、WW2 には参加していない。本級は CA 級と同様に全艦がイギリス海軍で運用され、外国への譲渡は行われなかったが、1950年代末から1960年代、初めに退役した。 CRQ は1943年から1944年にかけて8隻が寄港されたが、いずれも収益は日本の無条件降伏後であり、WW2 に参加する機会はなかった。また、収益前に6隻が外国、ノルウェーへ4隻、カナダへ2隻へ譲渡されたほか、残る2隻も1958年にパキスタン海軍に譲渡された。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。